上では、道路に木が植えてありますので、自然と紅葉を目にすることができます。また、公園などでも、自然と紅葉を目にすることができます。紅葉は、写真やテレビで見るように、一つの山いっぱいの紅葉でなくても、一本、もしくは、数本の木に色づいた紅葉で10分楽しめます。では、どうぞ。東京のロマンチックなスポットを紹介したビデオが話題になっていました。秋の東京の景色が楽しめるロマンチックな穴場スポットを英国人クリスが得意の皮肉を交えながら紹介しています。そんなビデオに海外からは絶賛の声が寄せられていました。東京でロマンチックなデートを過ごしたい。パンのスライスと。でも、どこに行けばいいかわからない？5箇所を HD ビデオで紹介しよう。4K ではない。まだ勉強中だ。森ビル。東京湾、新宿、皇居、360度見渡せる。一番の景色だと思う。スカイツリーはダウンタウンが見えない。東京タワーは東京タワーが見えない。2300円だ。スカイツリーは3000円で行列がある。高層ビルより高いところが良ければ、スカイデッキかヘリコプターにすればいい。そんな人は大嫌いだ。代々木公園。10月から11月が一番いい。紅葉が素晴らしいから。新宿御苑もいいけど、入園料がかかる。2014から2016年まで外国人は無料だったけどね。外国人から料金を取るのが怖すぎて、16万人の外国人を通過させてたから。今はダメだ。人々をウォッチするのにもってこい。ダンスしたり、葉っぱを投げたり、歌を歌ったりしてる。退屈することがない。恋人がいなくても友人と休憩するにもいいよ。想像上の。東京都庁舎。展望台は無料。レストランにコーヒーとケーキもある。プロポーズするなら森タワーがいいけど、金がなかったらここだね。5年前に初めて日本に来て、ここでチョコレートケーキを食べた。地平線を見ながら、日本に来たぜって思った。時差ボケで寝てしまって、20分後に誰かに疲れて目が覚めた。良い思い出だ。景色は森ビルに劣るけど、間違いなく、ロマンチックなおもちゃを売ってる。西新宿。映画ロスト・イン・トランスレーションを覚えてるかな。ビル・マレーがスカーレット・ヨハンソンに囁いたところがここだ。映画が好きな人は必ず気に入るよ。そうでなくても、マクドナルドにスターバックス、カメラ屋もある。キスした後に、マックとフラペチーノ、カメラで完璧だ。キスした後が、最高で賞を与える。お台場。日本とフランスの友好を記して、自由の女神が建てられてる。夕日がロマンチックだし、夕方涼むのにもいい。お台場は、90年代に、未来的な生活を展示するために作られた。アンドロイドの純子には、彼氏がいないらしい。橋が楽しめる一番ロマンチックなスポットで、賞を与える。なんで、橋はこんなにロマンチックなんだろう。海外の反応。YouTube トレンド41位って。スカイツリーは本当にそうだね。飛行機に乗ってる感覚になる。森ビルのことを知ってればよかったのに。森ビルは最高だったよ。スカイデッキは天候が悪くて閉まってた。森ビルは行ったことないけど、景色が素晴らしいね。展望台が屋上なのがいいな。ガラスがないから景色を直に見ることができる。2016年に新宿御苑の入園料を払ったよ。めっちゃ外国人なのに。秋の代々木公園に行ってみたい。入園料が必要なの？代々木公園はそのまんまアニメの公園みたいだ。秋の日本は本当に素晴らしいね。公園でお酒を飲んで独り言を言う。日本でイギリス人魂を持ち続けてるんだね。橋がロマンチックなのは二つのものをつなぐからだよ。橋がロマンチックなのは、失敗した時に飛び込めるからだよ。以前から、横浜と神戸がロマンチックだと思ってるんだよね。港や丘、歴史的な建物が。
長崎も忘れてはいけない。自由の女神は、フランスが、他の国に送ってるものだよ。アメリカのやつがオリジナルだと思う。一番ロマンチックなのは、札幌にある山と海を見下ろす露天風呂だよ。緑に囲まれながら、北朝鮮のミサイルが飛んでいくのを見るのにもってこい。ロマンチックで景色がいいのは、パークハイアット東京のニューヨークバーだね。あの雰囲気に、夜の街の景色とジャズが、人生最良の経験になる。パーフェクト。ボーイフレンドが、クリスマスに日本に来るんだよね。来月、自分で行ってみるのが楽しみだな。ロマンスなんてないけど、もうすぐ日本に行くよ。一人で行ってもいいかな？夏木花良太郎と一緒にロマンチックなビデオを作ったら？2020年のオリンピックが待ち遠しい人？もし、ガールフレンドが東京で一番ロマンチックな場所は銀座だって言ったら逃げて。高級品だらけだから近寄らない方がいいよ。東京近郊だけでなく東京都内にもいいところがあります。それは奥多摩と高尾山です。いずれも電車で行っても車で行っても便利です。特に奥多摩の小河内ダム周辺の紅葉は結構綺麗という評判です。